第23回 W リーグプレーオフのセミファイナル、今日はゲーム1です。トヨタ自動車アンテロープス対シャンソン化粧品シャンソン V マジックの一戦、まず立ち上がりの印象、伊集さんいかがでしたか？そうですね、シャンソンのファーストシュート、今決まりましたスリーポイントシュートを放った野口さくら選手、すごいアグレッシブで良かったですよね。今日試合を通して野口選手、非常にいい活躍しましたよね。そうですね、攻守ともにいい活躍したと思います。はい、まあ、ですが、まあ最初に流れをつかんだのは、まあ勢いをもたらしたのはトヨタ自動車でした。そうですね、やっぱりこのトヨタのシュート外した後のリバウンドですよね。やっぱりステファニー選手のインタビューでもありましたけど、このリバウンドのところ強く練習で言われてましたと。はい、そして得点でもリバウンドでもダブルダブルを取ってますからね。うん、そしてこのブロックショット、いや高さを今日はトヨタ自動車思う存分発揮してきました。はい、そこにシャンソンはこう少し手こずってしまったような部分もあったんでしょうか？そうですね、やっぱり一人止めたらまた誰かを止めなきゃいけないっていうシチュエーションがすごく多かったですよね。はい、はい、やっぱ明日1対1の部分もう少しこう体を張って、守らなきゃいけないですね。はい、まあ、今日もシャンソンはこの千葉選手、失礼しました、小池選手キャプテンがちょっと前半ね思うようになかなかこうプレーをさせてもらえなかったところ、後半こう息を吹き返したような感じもありましたが、キャプテンのプレーはいかがでしたか？はい、なんか小池選手もっと見てみたかったなって思ったりしたんですけども、スコアでは17点取ってますし、そうなんですよ、ね、アシストも8本出してるんですよね。いや、それほどなんか彼女のこう影響力ってすごいんだなと、はい、もっともっと明日も見てみたいとやっぱ思わせてくれる選手ですね。そうですね、そしてこのルーキー吉田選手、やはりねトヨタ自動車徹底的にマークしてましたね。そうですね、やっぱ今日本人は正直悔しかったと思いますけど、はい、まだルーキーっていうところがちょっと本当なんかもうベテランのなんか空気感のようなのも彼女はちょっと持ってますし、はい、いや明日絶対修正してもっと気持ち強く、また修正して臨むと思いますよ。はい、まあ、前半は38対28、まあ、トヨタ自動車が10点のリードで終えました。うん、まあ、試合の入りからちょっとトヨタ自動車が主導権を握ったような感じにはなりましたね。そうですね、終始やっぱトヨタ の流れで試合を運ばれたなと思いますし、やっぱりこうどこかで流れを断ち切る、またこう地道にこうディフェンス、ここですよね、こうインサイドのところっていうのはやっぱ体を張らなければやっぱトヨタに太刀打ちはできないのかなと思いますので、まあ、明日のディフェンスの入り、はい、そしてリバウンドのところですね、はい、やっぱリバウンドの前にそのリバウンドを取るためにはボックスアウトをしなければいけないので、やっぱりこう体を張るっていうところが明日40分必要じゃないかなと思っています。はい、そのリバウンドの数字でいうとトヨタ自動車がオフェンスリバウンド22、ディフェンスリバウンドが30、トータルで52本取ってるんですね。いや、オフェンスリバウンド22は正直やっぱ取らせすぎですよね。でもっとプラスで言えばファーストショットがこう簡単には決まってないっていう証拠ですので、なるほどなるほど、やっぱり守り切った後のディフェンスリバウンド取りましょう、取って自分たちのブレイクに持っていきましょうっていうのがシャンソン明日課題ではないかなと思っております。はい、トヨタ自動車この河合のスリーポイントもよく効いてましたね。そうですね、もう本当にプレーオフってこうミラクルショットなりビッグプレーっていうのが本当生まれると思いますので、はい、まあ、こういったプレーも明日こうシャンソンの方からこう見られれば、まあ、流れとかは変わってくるんじゃないかなと、はい、思っています。はい、まあ、シャンソン後半に入るにつれてこう自分たちのらしいバスケもこう増えてきたと思います。その点いかがでしょう？そうですね、本当におっしゃる通り後半はそういうシャンソンらしいプレーっていうのは、あとやっぱ人がしっかり走ってボールも回っているところを見れたので、明日はもっと見たいなと思いますね。はい、エンジン全開のこのマウリーエブリンでもありましたね、この試合。いや、もうエナジー素晴らしいですよねやっぱそれにこう気を得た、こうちょっと引いてしまったシャンソン化粧品だったので、まあ、明日やっぱ向かっていかなければやっぱ勝ち星は取れないので、はい、まあ、今日は本当にいい経験になってるんじゃないですかね。やっぱそれをプレーオフベスト4が目標でしたけど、これをいい経験で終わるんじゃなくて、やっぱ勝ち切って勝負してほしいです、はい、いや、そうですね、はい、シャンソンは今シーズンベスト4を目標に進んできましたが、そのベスト4以上も向かっていくという中で、そのセミファイナルゲーム1はトヨタ自動車が勝利しました。さあ、数字も確認していきましょう。はい、80対57でトヨタ自動車がゲーム1を制しました。はい、どこか気になるところありますか、伊集さん？いや、今日トヨタのパフォーマンスは素晴らしかったんですけども、ただ三好選手ですね、中心との三好選手のシュートっていうのは入っていないので。そうですね、まあ、明日爆発されるとまたそこはシャンソン痛いですので、まあ、しっかりこうどこを抑えるのか、自分たちが何をしなきゃいけないのか、そういったものをしっかり再確認して明日コートに入ってきてほしいなと思いますね。はい。